三瀬峠の戦い。三瀬峠の戦いとは、A62 年1569年10月8日に、武田信玄と北条氏により行われた合戦である。本校では、合戦に至るまでの経緯として、小田原城方位戦も合わせて解説する。戦国期に両国を接する武田氏と北条氏は、武田信虎、北条をうじなきには、海鶴軍において、構想を続けていたが、 やがて両者は和睦して、交渉同盟が結ばれ、これに、駿河今川氏との同盟を結び交渉。春三国同盟の締結に至り、武田氏は、品濃信仰を行い、北新地域において、越後の長岡景虎、上杉謙信と交渉し、北条氏は、北関東信仰を行い同じく、越後上杉氏と、そうし、両者は相互に協調して、上杉氏に対抗していた。 武田氏の品の信仰は、5回の川中島の戦いを、景気に収束し、武田氏は方針を転換し、A61 年1568年12月には、同盟を破棄して、駿河今川両国へと侵攻を行う、駿河信仰。武田氏の駿河信仰は、交渉同盟の破綻をも招き、北条氏は、上杉氏と、越相同盟を締結し、武田氏に対抗した。 翌六十二年、1569年一月に、北条氏政は、駿河沿った峠へ着任し、沖津において、武田勢と退治している。同年八月二十四日に、武田信玄は二万の軍勢を率いて、甲府を、出発、滝山城などの北条方の拠点を攻撃した後十月一日には、北条氏康の小田原城を囲んだ。当時の小田原城は有名な総構えが、 着工前であったが、かつて、上杉謙信が10万以上の兵力で落とせなかった、剣であったため、城攻めはせず、小田原城を包囲し3度にわたって挑発した。しかし、北条側は、小田原城を出ることはなかった。武田軍は、包囲を開始して4日後の10月5日に城下に火を、放ち軍勢を引き上げ。北条氏は小詰めであった高州街道守備軍の北条、宇治てる。 秩部方面守備軍の北条宇治国の軍勢二万が要所である三瀬峠、相模原市緑久根小屋愛好軍相川町三蔵、に着陣し、海に帰国しようとする武田軍相手に有利に先端を開いた。さらに北条宇治政が二万余りを率いて、宇治てる宇治国の部隊と武田軍を攻撃、殲滅する作戦であった。十月六日には、 武田軍と北条軍が退陣することになった。宇治マッサ本隊は到着前であったが、宇治てる、宇治国の部隊は先手を打って奇襲攻撃を仕掛けようとしていた。これを察知した信玄は部隊を三体に分けた。北条軍の攻撃を正面に受けつつ、他の二部隊は山中に隠れ、北条軍を横から吸収する作戦であった。10月8日に両軍は、 本格的な交戦を開始する。初戦では、北条軍有利に合戦は経過した。そのため、武田軍は損害を受け、北条綱主が指揮する、鉄砲隊の銃撃により、左翼の浅利信種や浦野茂秀が討ち死にしている。しかし、志田峠、三瀬峠南西約1キロメートルに起動した、山形正影率いる武田の別動隊が、 より高所から奇襲に出ると戦況は一気に武田に傾いた。北条軍は背後の作り城守備隊の内藤隊などの予備戦力が武田軍別動隊に抑えられて救援に出なかったこともあり大きな被害を受けている。大将であるアサリが戦死した左翼では軍艦であったソ根マサヨが代わりに指揮を取り綱重の軍勢を押し戻すことに成功している。初戦では苦戦したものの 最終的には、武田軍の勝利とされている。また、武田軍が、千葉氏が、在陣しているところに向かって、千葉氏といえばかつて、北条と対し、互角に渡り合った州であろう。それが北条に僕として扱われることに不満は、ござらんのかと、大声でびかけ、これにより千葉氏が勢いを鈍らせたとも言われている。合戦が終わる頃、小田原から追撃してきた、 宇治政の北条本隊2万は、小木の厚木島で迫っていたが、自軍の敗戦を聞きつけ進軍を停止、攻撃は実現しなかった。もし宇治政の部隊が到着していた場合、武田軍は攻撃されて逆に大敗していた可能性も、あった。自軍の勝利を見た信玄は軍勢を、丹端、相模原市緑区まで移動させ、そこで勝ち時を挙げた。 その後、武田軍は海に撤退した。この戦いで武田方では、西上の野の美ノ和城代、朝利信種が戦死し、信種戦死後に、美ノ和城代は、朝利氏から内藤正秀、正月親子に交代している。この合戦では、双方の軍の武士の自陣にまつわる、似たような複数の逸話が残されている。武田軍の武士の一部が、海の国に撤退する際に、 北条軍から追い打ちを受け、落ち延びるべく、山中を海国へと向かっていた。しかし彼らは、海の国への道中では見える、はずのない海を見る、峠から、明ら方面と海とは逆方向であり、近辺の海といえば、相模湾である。これは彼らの見間違いで、村の蕎麦畑の白い花が海に見えただけであったのだが、道を誤り的国へ深く踏み込んでしまったと思えた彼らは、 その場で自陣してしまった。以来、自陣を悼んだ村の人々は蕎麦を作ることをしないのだという。また、同様の伝説は、北条軍側にも残されている。戦いに敗れた北条軍の落ち武者が山中を逃げていた最中、トウモロコシを収穫した後の茎を、武田軍の槍のひしめき合うようと見間違え、逃げる術のないことを悟り自陣した。自陣した落ち武者を供養するため、 この土地ではトウモロコシを作らないという。またこの地では、合戦の死者の運量伝説が広く語り継がれ、近隣で三瀬峠の戦いに付随した戦いがあったと言われている、ビツ峠では、楽器付きの伝説が残っている。高低差が大きく作用した、戦国最大規模の山岳戦として知られている。従来、紅葉軍艦に依拠した武田家士官による評価がされてきた。 本校でも、合戦の経過など、むね、公用軍艦に基づいた記述がされている。北条五大記などの北条側の資料では、北条軍の敗戦ではあるものの損害は、警備、20から30程度だったと書かれている。北条氏じは戦後、この合戦に勝利したという書状を、上杉家に出している。また、この戦いで、学の重心である武山城が、戦死しており、 工場藤安から未亡人に当てた書状が現存している。この合戦だけ見れば撤退の過程で偶発的に起こった部分的な戦闘に過ぎない。追撃する北条軍は撃退したものの、家中の有力武将であるアサリノブタネは戦死するなど、勝者である武田軍にとっても失ったものは大きかった。紅葉軍艦でも著者とされる高坂正信がこの合戦のことを お勝ちなされて苔がなり、勝利はしたものの、損害もこうむったと論評し、本拠地がよるすにしてまで行った、遠征の必要性に疑問を呈している。ただ、信玄の法上領信仰の本来の目的は、駿河信仰における優位性を獲得するためにあった。歴史学者の芝辻春六は、信玄の小田原攻撃について、越総同盟への揺さぶりとともに、 関東の反北条勢力への人意活動であった可能性をも指摘している。事実、北条家と越相同盟を締結したばかりの上杉謙信は同盟の締結条件に武田軍建政のための8月15日以前の上杉軍の死なのでがあり、それに対し謙信は欠板精子をもって了承していたにもかかわらず、信濃出兵を果たさなかった。これは、 謙信の越中戦線の事情のほか、将軍義明から武田氏との和睦を命じられて7月下旬になしていた光越和与があった。そのために謙信は死なのに出兵するつもりであったが延期する旨を家臣の相川森長に送っている。信玄は光越和与により謙信の法上支給援のための出兵がないことを踏まえた上での信仰であったわけである。上杉氏に 北条氏側は薬場催促、不履行による、質問の書状、不信、不満を表した書状を送っている。このことから、武田軍による小田原城攻撃から、三瀬峠のこの合戦に至るまでの戦いは、この2年後に、北条家が、上杉家と手を切り、武田家と再同盟する援員ともなったとも、考えられている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。